旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。皆さんこんにちは、旅行の達人のナベリザです。今回は暑い夏にはこれ、美味しいうなぎをいただこう、こちらをご紹介いたします。土用の丑の日など暑い夏を乗り切るグルメにうなぎがありますよね。妊婦さんなどは食べ方に注意が必要なほど栄養価の高い食材です。そして全国各地にうなぎの生産地として有名な場所があり、その一つが愛知県西尾市を中心に県内各地で養殖され、ブランド化も進んでいます。今回はそんな愛知県で美味しいうなぎがいただける素敵なお店をご紹介します。スタミナをつけて猛暑を乗り切りましょう。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。炭火職人うなみ。まずは県内でも有数のうなぎの産地でうなぎを堪能してみませんか。旧一色町を含む愛知県西尾市は県内のうなぎ生産量の7割以上を占めるほどの一大産地です。矢作川水系の清流を利用し、国内でも珍しい河川の水を養殖に使えるよう養鰻専用水道が引かれています。現在では一色産うなぎとしてブランドも確立しており、上質なうなぎは首都圏などの高級料亭などでも人気があります。炭火職人うなびは西尾市役所から車で約8分、最寄りの福知駅からは2分ほどのところにある西尾市にあるうなぎ店です。地元産のうなぎだけを使い、ご飯も愛知県産にこだわっています。ひつまぶしなどうなぎを食べられるお店が多い名古屋市内からもわざわざ足を運ぶ人がいるほど地元の人にも評判です。店内はシックで落ち着いており、ゆっくり上質なうなぎを味わえる雰囲気ですよ。地元産のうなぎとなると金額も高いのかなと心配になってしまう人もいるかと思います。しかしこちらのお店はこだわりのうなぎを使用している上に価格もリーズナブル。でも人気の理由はもちろん価格だけではありません。備長炭によって焼かれるうなぎの皮はパリッと、でも身はふんわり肉厚で柔らかい、少し甘めのでもしつこくないタレとの絶妙なバランスで箸が止まりません。またタレを通さない白焼きもあり、香ばしいうなぎの美味しさを感じつつ塩と山椒でさっぱりいただける一品です。一度食べたら忘れられない、西尾に来たらまた足を運んでしまう、そんな名店です。杉山商店。西尾市はうなぎだけではありません。三河湾に面した立地からアサリやタコ、海苔、牡蠣などの海産物も豊富です。また矢作川はうなぎ以外にも特産物をもたらしています。それは抹茶。矢作川の豊富な土壌と温暖な気候で西尾はお茶の名産地でもあります。700年以上前からお茶栽培がされるほど歴史も深いエリアですが、現在は茶摘み体験に始まり、抹茶作りの工場見学や体験のできるスポットも多く観光におすすめです。また抹茶や抹茶を使ったスイーツを味わえるお店もあるので散策の合間にいかがでしょうか。その他西尾城を中心に神社や寺、城下町が残り、三河の小京都とも呼ばれている西尾市、食に歴史にと散策スポットも多いので、ぜひうなぎと合わせて楽しんでみてはいかがですか。そんな西尾市でもう一軒ご紹介するお店が吉良吉田駅から車で5分、西尾市内からは約15分ほどのところにある杉山商店です。地元一色産のうなぎを使い、丁寧に串打ちされたうなぎをじっくりと上質な備長炭で焼いていきます。たまり醤油を使った秘伝のタレでさらに香ばしさが広がる仕上がりに、外はパリ、中はふんわりと柔らかい身に上質な油でとろけるような美味しさが口いっぱいに広がりますよ。厳選されたうなぎを丁寧に調理していることのわかる極上の一品と出会えます。またうなぎのお弁当もあるので、テイクアウトしてお家やお外ご飯でいただくのもいいかもしれませんね。炭焼きうなぎと春菜藤代。
日本三大稲荷に数えられる豊川稲荷は商売繁盛の御利益があると全国各地から参拝客が訪れます。門前町にも多くのお店が立ち並び、豊川稲荷寿司などの名物がとても人気です。ちなみにこのお稲荷さんは普通のお稲荷さんだけでなく、柚子風味や味噌カツ味などバリエーションも豊富で、お土産にも最適です。そんな豊川稲荷のある豊川市のすぐお隣、豊橋市も豊橋うなぎと呼ばれるブランドうなぎの産地として有名です。近隣のブランドうなぎと比べると知名度はまだまだですが、引けを取らないくらい上質で美味しいうなぎとなっています。愛知大学前駅から車で約5分、炭焼きうなぎと旬菜藤代では地元産のうなぎと地元のブランド米を使ったこだわりの一品がいただけます。店内はカウンター席からテーブル席、小上がり席もあり、お一人様でもファミリーでも気軽に利用できる雰囲気です。さっぱりしつつコクのあるタレでいただくうなぎはパリパリの皮で肉厚で食べ応え十分の身、さすがは地元のこだわりのうなぎと思わせてくれる食感と味わいです。合わせて旬の食材を使った小鉢がついてきたり、一品料理もあり、うなぎ以外の豊橋の味もいただけておすすめです。ウオテル。県西部に位置する弥富市は日本を代表するブランド金魚である弥富金魚など金魚の生産量日本一を誇ります。木曽川下流の立地で土地や水質に恵まれていることから、金魚の生産は150年以上前から行われていました。そして西尾市や豊橋市などと並び、うなぎの産地でもあります。愛知県のうなぎは新子と呼ばれる若いうなぎが多く、上質な脂と身や皮が柔らかいのが特徴なんですよ。もちろん栄養価も高いので、暑い夏などスタミナをつけたい時にぴったりです。そんな弥富市にも多くのうなぎ店があり、富吉駅から車で8分、ウオテルも美味しいうなぎが待っています。広い道から外れた静かな宝川沿いにあり、湾岸エリアにもほど近い立地。お店自身でもうなぎの養殖を行っており、落ち着いた店内でこだわりのうなぎ料理がいただけます。しつこくない甘めのタレをくぐらせたうなぎは香ばしく、身は口に入れるとほろほろほどける柔らかさ、肝水も美味しさが広がる絶妙な味わいです。ひつまぶし花岡。名古屋といえばきしめんに味噌カツ、味噌煮込みうどんなど有名な郷土料理が多いですよね。ウイローなどの古くから親しまれているお菓子に、小倉トーストが定番の喫茶店文化などもあります。そして愛知でうなぎといえば、こちらも郷土料理のひつまぶしが思い出されるのではないでしょうか。蒲焼きになったうなぎがたくさん乗っていて、タレが染み込む名古屋らしいグルメ、明治時代頃から食べられていたと言われています。はじめはそのままいただき、次にネギやわさびなどの薬味といただく、そしてさらに次にはだし汁などでお茶漬け風にいただく。食べ方いろいろ、味わいもいろいろ、そんな点がひつまぶしの魅力ですよね。栄駅から徒歩5分、名古屋の繁華街ビルの2階にある隠れ家的なお店ひつまぶし花岡は、コンパクトでアットホームな雰囲気の店内で極上のひつまぶしがいただけると人気のお店です。外はパリ、そして中はふわとろのうなぎを5段階の食べ方で味わえます。食べ方がわからなくても大丈夫、わかりやすい説明があるので安心して初めてのひつまぶしが堪能できます。お茶漬けにすると香ばしさがさらに引き立ちます。またこちらでは梅干し茶漬け風にいただく食べ方があり、珍しい食べ方ながらさっぱりして美味しいと評判になっています。うなぎ屋芝福屋。名古屋はたくさんのグルメが集まるだけでなく、徳川家康によって築城された豪華絢爛な名古屋城やシャチをはじめとする多くの海の生き物に出会える名古屋港水族館、熱田さんと呼ばれ、古くから多くの人々の信仰を集めている熱田神宮など観光スポットもたくさん。うなぎと合わせてぜひ名古屋市内の散策もおすすめです。
最後にご紹介するのは、名古屋駅から車で6分、名古屋城からも車で 6,7 分のところにあるうなぎ屋芝福屋です。周辺はしけ道と呼ばれる名古屋城下の街並みが残る散策にぴったりのエリア。しけ道から入った路地裏にある和モダンのおしゃれな佇まいで、すぐにお店が見つかります。深みのあるタレのうなぎから白焼き、どんか、ひつまぶしかなど、うなぎを味わうメニューも豊富です。しっかりうなぎを味わいたい、でも名古屋名物ひつまぶしも味わいたい、そんな優柔不断な人には、丼に普通のかば焼きと細かく刻まれたうなぎ、どちらも乗ったメニューはいかがですか？シンプルにうなぎとご飯の美味しさを味わいつつ、ひつまぶしだから薬味や出汁での変化も味わえる贅沢な一品ですよ。また大将が宮崎出身ということもあり、日向地鶏もいただけ、こちらもうなぎに負けないくらい美味しいと評判です。名古屋の歴史ある街並みの散策のお供に、ぜひ絶品のうなぎはいかがですか？さて、いかがでしたか？全国でも有数のうなぎの産地には、地元の人に愛されているこだわりのうなぎ屋さんがたくさん。地元産のうなぎをリーズナブルな価格で、かつ抜群の美味しさでいただくことができる名店ばかりです。ぜひ一度愛知県のうなぎを味わってみてくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。